こんばんは、日常演武です。本日はこちら、業務スーパーの白桃ゼリーを食べていきたいと。久しぶりです。スーパーの牛乳パックスイーツ、大量に食べられる上に美味しいので大人気の私も大好きな肉の牛乳パックスイーツ、果たしてどうなのか。ちょっと嫌なのでちょっと姿見せられないんですけど、この上で出させてもらいますね。嫌っていうか悲惨なので、白桃らしい透明感のある実がたっぷりと入ってます。それでは、いた、取りすぎだ取りすぎ、ちょっとぐらってます。ごめんな、ここまで持ってくる間にこぼれちまう。ちょっとあと重いのね。それがあんて早く食べろって話ですよね。ああもう何やってるの、地面だな。はい、うちのでいただきます。プチュス、どっちだ、ごちそうさまでした。白桃のさっぱりとした甘さに口の中にふわっと広がってきて、さらにつるんと喉越しの良いゼリーとして入っていくので、とても美味しいスイーツになっていなと思いました。しかもゼリーということもあるのが、なんかこれ全部食べても640キロカロリーと意外とそんなにいかないので、低カロリーなスイーツを大食いしたいと思った時にいいかもしれません。まあそんな人なかなかいないとは思いますけどね。ケナップでもちろん一度に食べるのではなく、こちらに書かれているようなアレンジをして楽しむのもいいと思いますので、そうしたアレンジ方法があることも含めて、今回食べた白桃ゼリーは5点とさせていただきます。それではサングラス、水をはじくの嬉しいや、梅雨時期とか特に嫌ですもんね。というわけで、本日は業務スーパーの牛乳パック1リットル白桃ゼリーを食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたいと思っていただけました？もし思っていただけたのであれば、実際に食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演武終焉。